はい、前回はアルファベットを一通り書いていきましたが、今回は A から Z までの単語をいろいろ書いていきたいと思います。単語っていうのは何かっていうと、前回紹介したアルファベットを組み合わせて作る言葉のことです。国語で使われている単語っていう意味とはまた違うことがあります。じゃあ見ていきましょう。まず A を使う単語で有名なのは、最近よく使われるこれですね。これアップルと呼んでリンゴという意味です。次 B はこれボーイと呼んで、意味は少年、男の子という意味です。C は読めばわかるんですけど、これは猫を意味するキャットです。次 D、 これはディナーと呼んで、ディナーっていう日本語があるからわかると思うんですけど、夜ご飯っていう意味です。次これはイブニングと呼んで、夕方から夜にかけての時間のことを言います。これはファザーと呼びます。意味は父親です。これはガールで、さっきのボーイと反対の意味の女の子、少女という意味を表します。これはホスピタルと呼んで、意味は病院です。はい、これはアイディアって呼んで、日本語のまんまなんですけど、意見とか考えとかいう意味です。J は日本人なんで、日本を意味するジャパンです。J がなぜ大文字なのかっていうのは、これから伝えていきたいと思います。これはキープと呼んで、保つとかいう意味があります。これはラインと呼んで、SNS にあるラインと同じ書き方で、線を意味する単語になってます。これはマザーと呼んで母親ですね、意味は。はい、これはノートブックと呼んで、ノートを意味します。これはオープン、開けるっていう意味です。これはペン、日本語と同じ意味のペンです。これはクエスチョンって呼んで、意味は質問っていう意味です。これはルームと呼んで、意味は部屋ですね。これはサッカーを意味します。読み方もサッカーです。これはトークと呼んで、意味は話す。これはユーズと呼んで、意味は使うっていう意味です。これはボイスで、意味は声です。ちょっとすみません、書き直します。はい、これはウィンドウと呼んで、意味は窓です。家にある窓です。
X なんですけど、 X から始まる単語っていうのはあんまりなくて、有名なところで言うと、これがあります。これは意味は木琴という意味なんですけど、読み方がちょっと難しいです。一回聞いてみましょう。ガイロソン、はい、聞こえましたでしょうか。聞こえにくかったら申し訳ないですが、検索してみて発音を聞いてみてください。これはイヤー、意味は年です。ハッピーニューイヤーに使われているイヤーと同じです。これはズーと読みます。意味は動物園です。はい、これがよく使われる単語だと思います。で、こうやって見ればわかるんですけど、その英語っていうのはローマ字とは違うんで、一つ一つ単語の綴りを覚えていかないといけません。読み方も単語の書き方によってバラバラなので、一つずつ覚えていってください。中学生の間はそんなに覚える量はないと思うんで、まあ、あるんですけど、教科書に出てきたらまず覚えるっていうことを繰り返していけば、3年間分は全然問題なく覚えられると思います。じゃあ今日は以上です。